ロキオムダイラは中華民国の軍人。コナン軍に属し、後に国民革命軍に参加した。字はエイヤス。別号はムハン。22歳でコナン平明学堂に入学し、卒業後はコナン新軍に加入した。新外革命時には革命派として参加している。中華民国成立直後にコナン陸軍第六団団長となった。九百十六年には、 独立第3度々長になる。1921年6月20日、両子純越し、大占い元支配に不満を持っていた古北省の省、作品の要請を受け、超公敵が遠隔自治軍を成立させると、第二軍司令に就任し古北省に進出。8月6日に、大占い元を下野に追い込んだものの、王を見捨てて介入した古配布との戦いとなる。 コナン省の竹州まで攻め込まれ、9月1日、竹州休戦条約により戦争は終結した。1922年には、コナン軍、第二子市長へと昇格した。湖南省での丹野部と長高敵との抗争では、ロキヨムダイラは当初中立を保っていた。しかし、部下同士の抗争から次第に町との対立を深め、丹に接近していく。 1923年11月には、丹から、コナン族軍、第二軍軍長兼将軍総指揮に任命された。しかし、長との戦いにりなく、丹と共に、甲州の孫文を頼った。1924年3月、ロキヨムダイラは大元水孫文から禁煙特弁に、任命された。同年10月、コナン建国軍、第二軍軍長兼大本営禁煙特弁となる。 1925年、古内県国軍が国民革命軍に改組され、ロキヨムダイラは第二軍副軍長となった。1926年7月の北伐においては第二軍軍長代理県翌式に任じられる。翌年5月に正式に第二軍軍長となった。1928年5月、ロキヨムダイラは武漢国民政府から湖南省政府主席に任命され、 中国共産党総統工作を推進した。翌年1月、第8市市長を兼任し、さらに内逆軍第5軍軍長に昇進した。3月、中国国民党第3期候補中央執行委員に選出され、4月には武漢永寿司令となった。同年8月、厚生省政府主席兼第9祖持軍総指揮に任命された。この際に色は、 公軍対策として行政正しさ支選員制度を初めて導入し、後に、要英体により国民政府において大々的に採用されている。1931年12月、石膏省政府主席に任じられ、3年間その地位にあった。1934年12月、軍事参議院副委員長に就任する。1935年1月24日、 南京において病没、去年49、死後、陸軍上昇の位を追贈された、ロキオムタイラ別影、ありがとうございます。